鳥山石炎、ガト百鬼夜行より、初初は中国神話に登場する干抜の神である。特定の神の名ではなく、各地の山川に干抜を起こす神がおり、それぞれにより姿も性質も異なる。女神の初は三海行の太閤北行に記述がある。元の名は皇帝の娘である。皇帝が私有と戦った際、私有陣営の風雨を司る。 雨死と風白に対抗して、体内に大量の熱を蓄えている娘のハツを呼び寄せて対抗した。ハツが雨を止めることで無事勝利をつかんだ皇帝で、あったが、ハツは力を使いすぎて天へ帰れなくなっていた。ハツの力はそこにいるだけで周囲に干ばつをもたらす。彼女を処刑することもできないため、やむなく、皇帝は彼女を赤水河の北方のかかり根山へ遊兵した。 しかし初は時折中原へやってきて、干ばつを起こすので、人々は、神よ、たい帰り構え、と言って、初を返すのだという。一説によれば、本来の名の、は、美女の意味だが、人間に害をなすようになってからは、邪悪の意味を込めて、武士の女を鬼に変えられて、初の名が用いられ、これが、干ばつの語源になったとも言う。三サ,サイズウェイより、新初。 三海行より後に書かれた中国の文献には、干ばつにまつわる以下のような獣の記述がある。本蔵項目や前漢初期の書、新異行によれば、南方には、または、発がおり、身長二尺から三尺、頭の上に目があり、風のように走り、これが現れると大干ばつになるが、川屋に投げ込むと死んでしまうという。三サイズに、記述のある、新発は、 地味に類する人面重心の獣で、手と足が一つずつしかなく、片山という山に多くおり、これのいるところには、雨が降らないという。隋時代の研究書、文字指揮には、同様、干抜という獣の居場所には、雨が降らないとある。これらは、日本の江戸時代の百科事典、和漢三歳杖にも、初と題して引用されている。鳥山石燕による、妖怪画集。 根尺が土足百鬼では、初と題し、蒸気の特徴を総合し、片山に、初が住み、人面重心、手と足が一本ずつ、風のように速く走り、居場所には、雨が降らないと述べられている。神初とは別に、三界行には、神という、手足が一本ずつの人面の獣が、片山に住むとあり、獣としての初の特徴は、この神が混同されたものとする説もある。 ありがとうございます。